人口8万人の小さな都市が大きく変わろうとしています。世界レベルの演劇祭を作りたい。10年後に伝説になるといいなと思ってますけど。日本を代表する劇作家平田織座、劇団員たちとともに豊岡に移住しました。豊岡から世界へ、劇作家平田織座の挑戦。